冴島の兄貴、兄貴、どういうこっちゃ。これ木工班の釘原にやられたんだ。釘原って半年ぐらい前に入ってきたあの気持ち悪いハゲか。理由は分からんが、3ヶ月くらい前から冴島は釘原のグループに狙われていた。週に1度か2度、運動時間中に呼び出され、継続的に暴行を受けている。大島の奴さん、あんた前からそのこと知ってたんすか。一度冴島が鎮痛剤が欲しいと言ってきてな。理由を聞いたんだ。なんで黙ってたんすか。こいつに口止めされていたんだ。同部屋のお前らにはこのことを言わないでほしいとな。くそ、最初から分かったら俺たちが釘原から守ることもできたのに。無駄だ。そんなことしたら俺らまで釘原に狙われるだけだ。それに冴島は自らの意思で無抵抗を貫いているんだ。こいつがその気になれば、あの程度の連中相手にはなるまい。じゃあなんで冴島の親分はやり返さねえんだ。なんか理由でもあるんすか。それは、コースが…いや、副所長さん、これは単なる事故で、俺たちがやったわけじゃ。連れて行け。はい。兄貴、ちょっと待てよ、これには訳が…日村、副所長、ちょっとこれはないんじゃないですか。食事だ。どうして手を出さない。副所長、私の質問に答えろ。別に、ただ飯が喉を通る。飯の話じゃない、釘原のことだ。お前が釘原たちに暴行を受けていることは知っている。おとなしくしてれば仮釈放が早まるとでも思ってるのか。甘いな。私は理由はどうあれ、特に出所してから。だが私も刑務…お前が釘原、お前さえ良ければ私が所長にしと。どうする。何、もし俺がここに。同部屋というだけで。そんなんじゃ。釘原の日、自分が標的。これは私、いくら釘原、つまり要件は、
それでいいんだろう。大きい。貧乏ゆすりやめてくれ。気になって仕方ねえ。すいません。冴島のことが気になってんのか。気持ちはわかるけどよ、俺らじゃどうにもできねえんだ。それに懲罰房なら少なくとも3日は帰ってこない。ゆっくり待つしかねえだろ。そんなことわかってるんですけど、なんかどうしても落ち着いていられなくて。そういやお前、冴島さんに相談があるって言ってたけど、話できたのか。うん、まあ。何の話だったんだよ。冴島さんにしか話せない相談だって言ってたけどさ、俺らにも教えてくれたっていいじゃねえか。それはその、なんだよ、言えよ。出生のことだろ。極道門にはここでと後もいろいろな事情が待ってるだろうからな。なんだよそんなことか。そういやお前、そろそろ仮釈放だもんな。いいよな、今頭の中夢いっぱいって感じなんじゃないの。いや、それがそういう感じじゃないっていうか、その、断ったらしいじゃねえか、仮釈放の話。刑務官から聞いた。な、ま、マジかお前、嘘だろ。副署長との面談でまだ罪を反省できてないとは言ったらしい。そんなこと言ったら仮釈放取り消しになるに決まってるじゃねえか。気でも狂ったのかよお前。どういうことなんだババ。冴島の兄貴。おかえりなさい、冴島さん。懲罰房行きにしよう。はい。ようわからん。副署長ってあの高坂が。署内の揉め事にはいつも厳しいあの男が。さあな。まあこう、あんたがシャバの。しかしよ、ババちゃん、明日にでも高坂に、まだ正式に改めて反省の。こんなバカほっといて。あ、そうだそうだ。なんやこれ。これは札幌の。ほらみんな集まって。それじゃいつの日かここから出られる時のことを考え。キリねえ、そう意地張らないで。いいですか。それじゃみんな月見野の街を頭の中で想像してみてください。あいにくやけどな、俺は月見のよう知らん。
いらっしゃいませ。かしこまりました。失礼します。何頼みます？え、いいです。すごい、冴島さん太っ腹。はい、それではシャンパンタワー行ってみましょう。冴島さん、どちらからいらした？月見野にはおし。いや。へえ。私。ん？はい。東京で買い物。本当で？そうか。やっぱり最初。冴島さん。うん。やっぱり。ほんなら。私は。そうそう。そうだ。札幌で。ん？いえ、子供。今は多分ひょっとして知らない。そうか。青森。せやな。冴島さん。冴島さん、じゃあまた。いらっしゃいませ。
to say Luge of Love! Woo! 赤く染めるで Luge of Love!Go! Go! Oi! 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 Come on, baby! Woo! Woo! Yeah! Chan! Oi! Soya! 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 Pretty face! Woo! Woo!俺もかい。チリがりよ。おい、姉ちゃん、おい。海のような存在。怯えてるわ。唇を赤いルージュで隠した。おう、ルージュオブラー。とても自由。Our Luge of Love Can't take my heart 心にもね Luge of Love Everybody say Luge of Love!ラララララララルージュオブラブ楽しかった歌聞かせてくださいよ。わかったわ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
どうです？案外いい気分転換。ったく、おめえさんだ。つえ？それで？俺？だが、だん、そ、そうだな。ここに。だ。そうやな。冴島さん、今日は朝から診療所で治療だったはずじゃないですか？そうだ、今日は作業も休みのはずだろう。ただでさえ木工班の連中にや。ち、せ、ちょ、あんた、あい、え、あ、ちゃん、そうか。いやー、そりゃよかった。あいつ相当悩んでたみたいだから。ババン、あれ？ん？あれ？どうだと？それがババの…な…あんた、ああ、ほんまか？最近入った気味悪いやついんじゃん。釘原だっけ？はい、ババ冴島さん。あいつら、お前だけじゃ飽き足らず。クソ。やりやがった。痛えよ。違う、俺じゃない。どうした？こんなところで何をこそこそやってる？こいつがいきなり大技を刺したんだよ。痛えよ。何？ババちゃん。ババ、お前がやったのか？違う、俺じゃない。俺じゃないんだ。何？じゃあその手に持っているものは何だ？え？
いつ、いきなりそれで俺の足を。違う、これは俺のじゃ。おい、怪我人を早く医務室に連れて行け。ババア、お前。兄貴。これで仮釈放の件もなしだな。あと数日だったというのに、バカなことをしたもんだ。なんやって。俺じゃない、俺じゃないんだ兄貴、信じてくれ。ほら、さっさとこっちに来い。ババちゃん、大変なことになったぞ。当たり前だ。ですよ。西島、あんた、伊豆、誰、せやな。西島さん、どうでしたか。そうですか。結局馬場がやったという証言はなかったが、けどせやったらあの刑務官らも。そりゃどうかな。ん、被害者本人が馬場に刺されたって言ってるからな。直接証。ええ、ババちゃんが刺したという目撃証言や被害者の証言とか、ババちゃんが犯行した事実。ほう。でもそれだけじゃババがやったって証拠にはならないんじゃないのか。もちろん。でも俺らも刑務官もみんなババちゃんが凶器持ってたことは見ています。つまり直接証拠を裏付ける間接証拠もあるってわけです。言い逃れは苦しいでしょう。日村、その知識一体。せやけどババは自分はやってへんって言うとるやろが、自分らそれ信じへんのか。ババを信じるなら刺された連中の方が嘘を。当然だがいい。それじゃあどうしよう。いや、なんだ。ババちゃんが刺してないっていう証拠を当て、逆嘘。あんな木彫り用ののみ、木工犯じゃないババちゃんに用意できると思います？確かに。だが
相手が持っていた武器。ええ、でもあの時刺された男はババちゃん。いきなりってことは武器を奪われたという事象の日、つまりあの凶器はババちゃんがよ。なるほどな。そしたらあの凶器の出所探ってババが用意でけんかったっちゅうのを確かめたらいいんやな。そうです。それが証明できれば、そうなれば少なくともババちゃんが犯人であることも同時に否定できます。日村。はい。さっきから気になっていたんだが、刑事やと？まあそれは職業、つい、いわゆる汚職ってやつに手染めてしまったと。なん？そりゃ刑事といえ犯罪者、刑務所の中で元刑事だなんてバレたら受刑者たちからリンチされるな。そういうこと。収賄罪で幸い刑期も短いし黙りで行こうと思ってたんですが、同じ棒で一緒に飯食ったな。で具体的、ババちゃんが手に持っていたあののみがどこにあったものな。いや、そうですね。さあ、ああ、
結局凶器ののみが木工班のものだったってことは分かったが、直接のみを見ることができたら。とはいえあの凶器なら。そうなんですよね、あれさえ見せてもらえれば。どないする、刑務官とこ行って頼むしかないか。行ったら最後3人揃って帳場相撲に入れられるのが関の山です。仕方ねえ。盗む。盗むって大島の親。ああ、ここはシャバじゃないんですよ。刑務官から物を盗んでバレたりしたら、それこそ懲罰棒どころじゃ済みません。下手したら刑期延長も。安心しな。おやす。窃盗数15,000件超、逮捕歴ゼロ、背広の平八郎。知ってる。刑事課に配属された頃、盗難係もう一体してるって話だったけど、まさか実在したなんて。そんな大泥棒がなんで無所に。逮捕歴ゼロなんやろ。自首したんだ、60歳の誕生。自首？ああ、ずっとかみさんに隠してた。毎日サラリーマンのふりして背広を着て家を出ては。だから背広の平八郎。だが俺が定年すると決めていた60歳の誕生日、俺が家に帰ると。どうして？まさか親さんが盗みやってんの知って。バカ野郎、そんなんじゃねえ。盗まれ笑うな。盗みをやり続けた俺が一番大事なもん盗まれ続けてたことに気づかなかった。だから俺はそんな自分が嫌になって。人に歴史、極道組織の大親分に伝説の泥。本当、人生どこでどんな出会いがあるか分かった。もう二度と盗みはやらねえと誓っていたが、きっちり俺が刑務官とこから任せたで。ああ、
しなさい。止まりなさい。待ちなさい。冴島、どうやった？ふん、女バカ、でかい子いた。つ日村、お前を。いや、これでも書では。で、のみは誰のもんだったんです？予想通り、あいつ。百歳。ああ、早速この件を。待ってくれ。どうした、サイジ。そんな声面してどうした。なんでババに手出した。お前の標的は俺のはず。何言ってんのかさっぱりわかんねえな。ってかわいそうに、大和田の野郎、あれじゃ足に後遺症。とぼけんのもいい加減にせえ。おいおい、勘弁してくれよ。まさかあんたもババと同じで俺らを誘ってんじゃねえだろ。ババが大和田を刺したっちゅうこののみ、木工の作業所からお前の道具だけ切れ。さあ観念し。バカが、あんなクズ一人助けたところで何、お前の仮釈が早くなるわけでもあるまい。そないなん関係ない。今すぐ一緒に刑務官とこ行って決着つけたるやないか。ババちゃんは仮釈放が決まってたんだ。それあいつもおとなしく言うことを聞いてれば生意気に反抗するか。どういうことや。ババに言ったんだよ、昨日の夜。冴島が懲罰房から帰ってきたら寝首。なんやと。ただでってわけじゃねえ。ちゃんと表に出てからの仕事も斡旋してやるって言ったんだ。確かあいつ組に捨てられて仮釈放をひよってたんだよな。お前。だがあいつは断った。人が親切にし、だから呼び出してお仕置きしてやったの。教えてやろう。はじめにあの場所で俺の部下たちが蹴る。もちろん俺の指示だ。足にのみ刺して怪我もさせてな。そこにババの奴がやってきた。俺は喧嘩の仲裁に入るふりをして手に持っていたのみをババに渡した。あいつはよく考えもせずにそれを受け取ってくれたよ。
お前クズの中でも最低のクズや。クズに最高も最低もねえだろうがよ。所詮あいつも人殺し、ここにいる全員クズなんだよ。俺もお前もな。兄貴、冴島、お前立てや。やっと手出したな。はよ立て言うとんのや。望み通りいくらでも相手したる。何万回殴られてもやり返さなかったくせに、あんなバカ一人に手出されただけで切れやがって。じゃがましや、お前に切れとるんやない。俺は自分に怒っとんのや。なんだと。俺は自分のことしか考えとらんかった。はよここから出なあかん、それしか頭になかった。せやからお前らに好き放題させてしもたんや。目の前におる殴りたいやつも殴られへん。それで何が極道じゃ、何が若頭じゃ。兄弟や思える男見捨てていけるほど俺は人間できてへん。きっちり弟の痛み体で味わってもらうで。やれるもんならやってもらおうじゃねえか。久々の喧嘩楽しませてもらうぜ。さあ楽しもうぜ。何がおもろい。この勝負俺の勝ちだ。全囚人が見ているこの状況言い逃れはできねえぜ。手こずったがこれで俺の目的は達成できたってことだ。何の話。俺があんたにちょっかい出してた本当の目的を教えてやろうか。祭事前の復讐じゃないのか。復讐なんかじゃねえ。俺の目的はな、祭事タイガーあんたの刑期を伸ばすことだったんだよ。あんたをぶっ殺すつもりなら初めっからそうしてる。
俺はずっとあんたが手出してくるの待ってたんだ。これであんたもめでたく模範囚から脱落、仮釈放も絶望的ってわけだ。なぜそんなことを。お前そんなことのためにババ巻き込んだんか。俺とお前はシャバで因縁があったわけちゃう。俺のケーキ伸ばしてお前に一体何の得があるっちゅうんや。得とかそういう問題じゃねえんだよ。俺はただ上から命令されただけなんだからな。何やと。一体誰の差し金や。またお前たちか。冴島。副所長さん、聞いてくれ。こいつの方から手出してきやがったんだ。そうなのか。はい。これで仮釈放はなしだ。あと1年俺らと仲良くやろうぜ、冴島の旦那。お前は黙ってろ。全員連行だ。怪我している者は先に手当て。はっ。ほらこっちに来い。